ホーレスウェルズはアメリカ合衆国の司会士。1815年にバーモント州ハートフォードで出生。ボストンの学校で学位を取得して、ウィリアム T.G. モートンと共に同地で歯科診療所を開業したが、コネチカット州ハートフォードに移転した。1844年12月10日に、歯学者で工業士のガドーナークインシー・コルトンが、 アサンカチッソを使った麻酔を見せ物にしているのを見ていたウェルズは無痛抜歯の可能性に胸躍らせながらコルトンに協力を求めた。ウェルズはコルトンに消気ガスで麻酔をかけてもらう友人の司会、ジョン・リックスに自身の親知らずを抜いてもらった。アサンカチッソの麻酔作用と安全性をウェルズ自身の親知らずの抜歯で確かめた。しかし、ウェルズの言った消気麻酔は 100%の正気を吸入させるというもので、現在の視点からすれば危険極まりないものでした。1845年に、マサチューセッツ病院で、ウィリアム・ T.G. モートン、チャールズ・トーマス・ジャクソン、ジョン・ C. ウォーレンらの前で、正気麻酔実験をしたが失敗に終わった。地元のコネチカットに戻ってから、正気麻酔での抜死は成功したが、患者の一人が麻酔により死亡したため医者を引退した。 そして、ウェルズは、ヨーロッパでセールスマンを制御としたがその頃に、クロロホルムを手に入れて、病みつきになった。それからウェルズは売春婦に硫酸をかけるなど異常な行動をするようになり、ザトゥームズに収監された。1848年に足をカみそりで切り自殺した。その時ウェルズはクロロホルムを吸入していた。ウェルズの死後の1864年に、米国司会司会、 1870年に米国医師会がウェルズの功績を認めている。ありがとうございます。